バウアンルーレットはドイツで考案されたらしいゲームである。複数の会社から販売されている。チロリアンルーレットという商品名でも知られている。バウアンルーレットという名前はこれが貧乏人のルーレットであることを示している。バウアーとはドイツ語で農民、農業従事者、主にヨーロッパの農業労働者階級の一人を意味する。バウアンルーレットでは 6個の木製のボールが入った木製の円形のプレメ面の中央でコマが回転する。ボールはランダムな方向に跳ね返り、表面にあるいくつかの中空のくぼみの中に入ったり、小さな穴を通って回転面の外にある部屋に入ったりする。一般的にはこの外側の部屋にボールを入れることで最も多くの得点が得られる。熟練したプレイヤーは30秒以上。 動き続けるように駒を回転させることができる。古いバージョンのゲームの画像を。新しいバージョンは八角形の形をしており、外側に4つではなく8つのボールがある。6個のボールを競技場の中央に置く。その近くに駒を置き回転させる。ボールは小さなくぼみやボールに向かって打たれる。ボールが入ったくぼみやボールには、それぞれポイントが設定されている。 ボールが止まったくぼみのポイントをそれぞれ加算する。もし赤いボールがくぼみに入っていたら、そのボールのポイント数は2倍になる。緑のボールがくぼみに入っていた場合は、他の5つのボールで得た合計からポイントを引く。ボールが競技面から飛び出すことがある。これらのボールはそのラウンドではアウトとなり、コマが回転している間は交換できない。6個のボールをべてを得点したプレイヤーは、 もう一度駒を回すことができる。勝者はゲーム前に合意したポイント数に先に到達したプレイヤーとなる。通常、この合計点は先天点である。緑と白のボールで得点した場合、赤のボールでも得点した場合のみ有効と規定することもできる。ありがとうございます。